皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマはやらない後悔をしない人生ということについてお伝えしていきたいと思います。あの時やっておけばよかったとかっていう後悔って多分人生の中で一番残念なんですよ。その時間に戻るっていうことはまずできないので、だから後悔をしがちなタイプの人は後悔をしないようにやろうかなしようかなと思ったことは全部やっていくっていうふうに考え方を変えるだけでですね、人生は多分180度変わっていくと思います。で、やらない後悔っていうのはやれないっていう環境はあるかもしれません。一番大きな事情は経済的な環境ですね。お金がないからできないとか、あとは時間的な制限、時間がないからできないとかね、そういうのは確かにあるかもしれないんですけれども、どこかで必ずやると決めれば数十年かければ大体できます。例えばお金がないって言っても数十年かけたらね、例えば、100円とかでも 10日で1000円になるじゃないですか。30日で3000円になりますよね。10ヶ月で3万円になりますよね、とかっていう感じでね、考えた時にはざっくり計算したって10年あれば30万とかなるわけじゃないですか。そんな小さなお金の積み重ねだったとしてもですよ。だからもちろん今すぐやりたいっていうことを今すぐできるのが最高なので、普段からお金を貯める癖をつけておくと、そのあたりもね、何かをしたいっていう時にすぐにできるとか、あとお金を作れる能力を身につけておけば、例えば全てを失ったとしてもまたゼロからやり直しができるという、錬金法というか、事業の作り方ですね、それが分かっていれば何度でもやり直しができるので、後悔をするっていうことはなくて済みます。だからあの時あれをやっておけばよかったっていうことを、人生の終わりに考えない人生がいいなというふうに思ってるので、私はできるだけ皆さんにチャレンジすることをお勧めしています。私自身がそうやって生きてきているからっていうことが一番大きな要因なんですけどね。やってしまえば案外できてしまうものなので、やらないでどうしようどうしようを考えててもですね、どうにもならないっていうのが答えです。だからやるだけで何かが絶対に変わります。もしかしたらうまくいかないかもしれないけど、うまくいかないっていう経験をすれば次にうまくいかせる経験をすることができるようになるので、やることによって損することって基本ないですよ。だからやらない後悔をしないという人生を送ると決めれば、やりたいと思ったことを全部チャレンジしていけばいいだけで、ただチャレンジをするために障害になっているものはどうやって取り除くかということは考えなくてはいけないんですけれども、そんな観点からですね、人生のチャレンジっていうものを考えていただけるといいんじゃないのかなというふうに思ってます。それでは。